今からですね、日曜日小倉11レース、第56回北九州記念 G3 の開講をしていただきます。よろしくお願いします。はい、行きましょう。北九州記念は、芝 1200m の G3 のハンデ戦ですよね。はい、はい、でヨカヨカに関しては、あの月曜日段階での重賞展望でも述べましたけども、前走の CBC 賞は時計が早すぎたっていうのを一番の範囲にすべきです。なので、一番今回勝った一番の理由は何かというと、前走の走破時計は1分6秒4でしたけど、今回は8秒2で済んだということですね。うん、なるほど。要するに前走よりもヨカヨカは1秒8も時計かかってる場合で、あの前進が内容、あの内容が前進したということなんです。分かりやすいです。もう1200の距離で時計の限界のある馬っていうのがもうはっきりしました。うん、まあ筋量も同じ51キロやし、これは分かりやすい。これはだから分かりやすいんですよ、ヨカヨカは。分かりやすいヨカヨカに対して、2着のファストホースはすごい競馬をしてます。どういうことか。前走の同じく CBC 賞を走ってましたけど、 CBC 賞を買ってますよね。でこの時レコードの1分6秒0という時計の出るレコード決着で、そんだけ時計のが速いから前行ったもガチやっていうことで鼻切ってそのまま押し切ったわけじゃないですか、うん、はい、それが今回は、まず、時計がかかる、まあ、この馬自体ね、まあ、これは私この馬の見解の説明でも書きましたけど、4走前と5走前見てもらったら分かりますけど、これね5走前が、地方からの転休初戦なんですよ。地方から転休してきて芝を2連勝してるんですけど、この時って、はい、まあ、1分10秒8、まあ、とんでもなく時計かかってる、まあ、その次も1分8秒3、まあ、やや重で言ったら両方とも道悪じゃないですか。だから、はい、この馬は逆に前走時は道悪こうやって買ってきてる馬やから時計速い馬はどうなんっていう見方やったんですよ、前走の戦前は、うん、けどまあ速い時計にも決着出したということは、晴雨兼用の馬場レベルは、適正の馬場レベルは相当広くなる、なので時計のかかる馬場が大丈夫っていうのは分かってるんですけど、それプラス2つ、それ以外に2つ、まずは筋量が、横役は51のままですよ、この馬52から55で3キロ増えてるんですよ、はい、前走の CBC は鼻を切ってスムーズな競馬ができましたけど、今回はモズスーパーフレアがおるわけじゃないですか、はい、モズスーパーフレアの番手に控える、言ったら前走ほど楽にもいけない、筋量増える、これはだいぶ足かせですよ、うん、にもかかわらず最後モズスーパーフレアを指しての2着っていうのは強いです。これはいつや、スプリンターズステークスまで馬券に絡んだらラブカンプと同じ勢いを感じます。あの時のラブカンプもどんな条件になっても勝たんかったけど2着とか3着を外さんかったんですよ。ずっと2着やって、ずっと2着で、あのスプリンターまで2着したでしょ、はい、あれを彷彿とするぐらいのファストホースはすごい充実ぶりがあります。まあまあこれも季節、はい、これ季節馬オプション安いけど、これワンツーなんですよね、これもね。いや20丸ですね、まあまあ、ファストホースは20丸で、ヨカヨカが丸で、これ、うん、もう一番手の推奨で一応生まれ3708、素晴らしいでしょ、うんうん、まあ、これパドックオプションも丸20丸、ね、そうそうなんですよ、うん、これパドックオプションも、どの順番やったっけ、ファストホースヨカヨカモズスーパーフレア、ファストホースヨカヨカモズスーパーフレア、まあ、1、2番手 で、モズスーパーフレアが三角です、うん、はい、三角でどっちの三角、黒三角、いや白です。白はね、まあまあ、ぶっちゃけ 白はいっぱいにつけるんで、あんまりちょっと、はい、なんやろ、重要度というか、その、まあ、あれが減るんですけど、ね、でも本命対抗の1、2番手はすごいんで、うん、そこは素晴らしい。うん、だから、まあ、言ったら季節馬とパドックが本命対抗でこの2頭かぶったということですよね。うん、正直ね、4日は私は買いやすかったけど、そのファストホースは今言った、関係というか、その見識から見解から正直買いづらかったけど、これで走られてるからこれは強いです。次の考えは変えます、ねうん、はい、で次、まあ、モズフスーパーフレアもさ、まあ、刺されたけど、まあ、この馬はこの次のスプリンターズステークスがもう大目標であることは確かやし、うん、まあ、去年も、レッドアンシェルに、なんぼや、まあまあ着差つけられてるでしょ、うん、0.3 つけられてる、はい、0.3 つけられてるから、今年はまあ言ったら 0.2 しかついてない。で、例えばヨカヨカとかは、このあとスプリンターズステークス行ったら、筋量ぐっと増えますから、そういった意味では、この 56.5 って重い筋量を背負ってるモズスーパーフレアにとっては、格式の高い舞台に行けば有利になります。う
だからまあこの3着に負けましたけど、決してこれ悲観するような3着じゃないですね。ね、うん、でね、4着のシルクピンクルビーはシゲルです。あ、ごめんなさい、シゲルピンクルビーは前走の、はい、函館スプリントステークスで、まあ9着に負けましたけど、まあ、道中あの足使えなくて不利あったっていうのは確かに分かるんですけど、うん、でもね、そのこれ前走は50キロでしかも重い芝やったんですよ。でも今回は52キロの軽い芝に変わりそうなところを、はい、軽い芝じゃなくて雨降った、これがでかい。あ、うん、シゲルピンクルービーはやっぱね、パンパンの両馬場やったら正直時計足りてないと思いますけど、これ雨降ったことがでかいと思います。なので1200の距離でも対応できることを今回示しましたけど、時計のかかる重い芝の方がいいっていうのは覚えておいてください。なるほど、はい。であとそうですね、皆さんいろいろそのアウィルアウェイとかいろいろ書いてますけど、うん、アウィルアウェイの松山騎手のコメントを見ると、直前にこれだけ雨が降ると差してこられるような馬場ではなくなっていたというコメントがあるんですよ、うん、で実際前に行った馬って全部 1,2,3 着よかよかファストホースモズスーパーフレアで全部前に行った馬たちなんですよね。確かに、だから差し馬には厳しかったっていうのが松山騎手のコメントで出したから、はい、アウィルアウェイだけじゃなくて他の差し馬もそれは上場酌量の余地があるということになりますよね。なるほど。まあジャンダルムとかはもうね、コメントがあるように、トモを落とした状態での中立になってしまった、うまくスタート切れませんでした、うん、それにつきますというコメントがあります。まあ、はい、ジャンダルムとか、アウィルアウェイは、まあ今回の内容に関してはノーカウントでもいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あとエングレーバー、これもスタート出遅れてるんですよね。まあでもメンバー中最速の流れはこの馬がマークしたんですけど、はい、レースっぷり見たら1000人はちょっと忙しいかなと思うんですけどもね。あ、確かに、はい、ちょっと忙しいかなと思いますね、うん、1004かなやっぱな。うん、そうですね、まあ、あとレッドアンシェルですよね、58ですからね、前走、まあ、昨年の勝ち馬ではありますけど、その後の参戦が本当案外なレース続きで、まあ、で6、14、18ってもう前走なんてしんがり負けですからね、はい、ちょっとこの近況内容からいくら去年の覇者やからといって大きな肩入りはしづらかったですけど、でも58キロ背負ってこんだけ走ったら、まあ大したもんじゃないですか。うん、はい、まだなんかこれで G1 行ったらみんな金量一緒になるでしょ。うん、ほんなちょっと、なんやろ、ちょっとは買わなあかんのかなって今思ってます。なんかセントールステークス買うみたいだこの言っていうコメントをジュンさんが、馬主の方ですよね、ジュンさんで、ね。ああ、そうですね。でセントール、うん、1回セントール使うみたいです。セントールは中距離ですか今年は。あ、阪神。阪神ですか。ああ、セントールは阪神ですよね。セントールは阪神、スプリンターズステークスは中京です。だから中京で本番が中山のままか。本番がスプリンターは中山でしょ。ちょっと待ってください ね, ちょっとですね。そうですね、本番は中山ですけど、うん、中京一応、はい、うん、京成杯大玉さんと同じ州、セントールは中京ですね、うん、まあ一応このまま中京では CBC 賞買ってるんですよ、はい、ああ、はい、はい、だからまあちょっと、まあ、ちょっとだけちょっとは買おうかなと思います。まあ、多分だって人気ないからね、もうおそらく。ほぼほぼ人気ないやろからね、うん、はい。ボンセルビーストね、まあ、一瞬うちからおっていうシーンがあったんですけど、うん、まあ、千人の適性はありますっていうコメントはありますけど、もうちょっと長い距離の方がいいと思いますね。そうですね。うん。あと、そうやな。あとどうですか、コメント、ボンボヤージどうでしたかみたいなコメント。ああ、うん、外枠きつかったですかね、ちょっとどうなんですか。まあ差し馬が一切、まあまあでもこのまままあ参ってますもんね、うん、まあまあ6着っていう内容、着差も 0.4 秒差やから悪くないですけど、まあ、これか、ごめんなさいボンボヤージ、ね、これは10着やな、はい、ちょっと内容ないっすね、中身ないっすね、うん、今回ね、そうですね、うん、なんかあんまり喋ることない中身の終わってるんで、だらっと回ってきて終わったと思います、うん、なのでこれが壁なんかどうかっていうのをちょっと今後見ていきたいなと思います、うん、今回の内容は平凡の一言だけですね、うんうんうん、以上かな。
そんなジャンダルムはあれですね、位置が取れなかったというか、スタートがちょっと悪あのトム落としたことがあるんで、スタートですよ、ね、はい、誤算だったと思いますけどね、うん、今まで出遅れてないからね。そうですね、ゲート決めてどうなるかってもう一回ちゃんと見たいですけどね、うん、まだ千人はなんか全然千人の方がいいと思ってますけどね、うん、どうね、うん、確かに藤掛落ちてましたね、藤掛ジョッキなんか知らんけど、なんかあったんです、なんかゴール後落ちてましたよね、なんか、あ、あれだ、なんかだけだな、あれでも何も書いてないですね、でも入選後落馬やからね、そう、多分あれなんかうん、何も書いてないですけど、うん、なんかリプレイで何回も流されてちょっとかわいそうだったなと、なんか勝ち馬のリプレイの後ろで絶対いつもなんか落ちてるみたいな感じだって、前の馬につまずいたって書いてますわ。ああなるほど、うん、なるほどね、はい、以上ですね、はい、ということで、以上、第56回北九州記念 G3 の太鼓でした、ありがとうございます。